サイエンスカフェ開催風景、カナダ・ケベック州2005年サイエンスカフェは1997年から1998年にかけてイギリスとフランスで同時発生的に行われたのが起源とされるカフェのような雰囲気の中で科学を語り合う場、もしくはその場を提供する団体の名前である英国での故障に倣ってカフェ・シアンティフィークと呼ぶこともあるイギリス初のサイエンスカフェは ダンカン・ダラスによって1998年に英国のリーズで開催された。この集まりは哲学者マルク・ソーテが1992年にパリで始めた哲学カフェにヒントを得ていたため、フランス語風にカフェ・シアンティフィークと名付けられた。フランスではその前年からフランス物理学会の主催でサイエンスカフェが開催され始めたが、やはりモデルとされたのは哲学カフェであった。 フランスのサイエンスカフェは一般市民に対してより充実した情報提供をすべきだと考えた科学者たちによって始められた。一方イギリスにおいては科学についてより深く知りたいという思いを抱いていた一般市民によって始められた。両国においてサイエンスカフェは大学等のアカデミックな場所からやがてカフェ等の一般的な場所へとその境を移すこととなる。これが功を奏し、 人々を一層引きつけた。英国においては科学理解増進委員会が市民は科学に対する理解が不足しており、より強化される必要があると考えたことも開催の一因となった。カフェに行ってワインを飲み、ゴシップではなく科学の話をしようというこの運動を新聞各社は半ば冗談のように扱った。しかしその後市民は狂牛病や遺伝子組み換え食品、 クローンなどの話題に対して徐々に関心を持つようになる。近年、これらの運動の主題は、大衆の科学理科、同時に高等教育機関の強化としても認められるようになり、行政府の部門、研究機関、政治家、教育家、政策立案者などへとその影響を広げている。始まった当初は前衛的と捉えられたサイエンスカフェだが、現在では巨大な産業の一部となっている。 サイエンスカフェとは特定の場所を示す言葉ではないものの、その開催場所は非常に重要な意味を持つ。当初、この運動がこれほど広まるとは期待されていなかったが、カフェという場の落ち着いて形式ばらない雰囲気が科学への敷居を低くした。行動には講義を受けてノートを取り試験を受けるというイメージがある。一方、カフェにはリラックスしたり、議論を楽しんだり、 好きな時に来て好きな時に出ていけるというイメージがある。そのため誰とでも対等の関係、すなわち知事サイエンスカフェの狙いは何ですかこの質問に話題提供のスピーチを終えたオリーバー・サックスは次のように答えた。サイエンスカフェの狙いは科学を再び文化の中に戻すことです。過去において科学は退屈で難しく、 性格無比で自動的なものであると捉えられてきたが、現在では時事的で科学は宇宙を説明するだけでなく、気候変動や遺伝子地図、脳の働きなど様々な問題を考察する際の力となる。すなわち個人レベル、全地球レベル、全宇宙レベルにおいて私たちと関係しているのである。英国においてサイエンスカフェの発展を主導した一人である。トム・シェイクスピアは、 その本質は科学的知識を伝えることではなく問いを提示することだと述べた市民参加者にとってその研究にどのような意味があるのか社会にどのような変化が生まれるのかといった社会的倫理的文化的政治的な場合によっては宗教的な問題を中心に据えるべきだという科学は全世界で共通だが他の文化は共通ではないそのためカフェは それぞれの土地の文化に合わせて様々な手法で行われる。英国においては一般に話題提供者は一人であるが、デンマークでは二人であり、フランスでは四人である。アフリカにおけるテーマは、HIV と共に生きるには、マラリア予防法、水の浄化法など、より実際的なものが多い。地元住民の力によって、サイエンスカフェは、科学を文化的な側面から見直すという動きを、 促している。特徴として、話題提供者と参加者、参加者同士の双方向のコミュニケーションを取ることに、重きを置いていることが挙げられる。また、お互いにファーストネームで呼び合い、肩書きでは呼ばないのがルールとされる。英国では、通常一人の話題提供者が招かれ、最初に、テーマに沿った20分程度の話題提供が行われる。ついで、休憩時間を兼ねたドリンクタイムが設けられ、 1>, 1時間ほどかけて、話題提供者と参加者の間で、あるいは参加者同士で質疑、意見交換、議論を行う。フランスでは、話題提供者は3から4名招かれ、1から2分程度の自己紹介が行われた後、休憩時間を置かずにディスカッションに入る。日本では、2004年に発表された、平成16年版科学技術白書に、海外での事例が記載されたことをきっかけとして、 一般の認知が高まった。同年、京都市で NPO 法人により国内最初のサイエンスカフェが開催された。翌2005年に4月の科学技術週間前後から相次いで様々なスタイルでサイエンスカフェが実施された。そのため2005年を日本におけるサイエンスカフェ元年と呼ぶこともある。2006年4月の科学技術週間では日本学術会議の会員が 話題提供者となって全国21カ所でサイエンスカフェが行われ、これが日本におけるサイエンスカフェのさらなる普及に大きく貢献した。運営形態は単発的なものから継続的なものまで草の根レベルのものから大学などの研究機関や自治体が主催するものなど様々である。また2009年6月には企業の運営する常設のサイエンスカフェが名古屋市でオープンした。 東北大学では2005年から仙台メディアテイクを会場に年10回ほど開催しており、理学、工学、生命科学だけでなく、情報、環境、経済など、社会科学と関わりが深い分野も話題として採用されている。また2010年から話題を法学、言語学、教育などの人文科学に設定したリベラルアーツサロンを開催している。サロンド、 不山防法リオでは2006年4月の科学技術週間から毎月サイエンスカフェを開催し書籍化も言っている2015年4月に第100回を迎え定談、サイエンスを語ろうをテーマに観覧が行われ一部のマスコミで報道されたグランフロント大阪のカフェラボでは2014年6月に関西学院大学の関義行准教授を話題提供者として スタップ検証を科学的エビデンスのフォローアップの観点から議論するサイエンスカフェが単発で行われ当時の社会的関心の高さから地元民放のニュースのほか、NHK 国際放送の特集番組で取り上げられ話題となった産総研の取り組みなどサイエンスカフェにオープンイノベーションイノベーションハブの役割も期待されている コワーキングでのサイエンスカフェの事例も出始めており、仙台市のコワーキングスペース、ノラヤでは2014年より年4から5回ほどの頻度でサイエンスバーを開催し、地域ネットニュースで取り上げられた。ありがとうございます。